皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。はい、13番パー4なんですけど、大絶景です。そしてすごい打ち下ろしですね。ここは286ヤードで、まあ、とても短いミドルホールなんですけど、まあ、ブルーティーに戻ってきました。高低差は70ヤードぐらい、すごいですね。あります。でこのホールのニックネームがビニビリビキ。ビニビリビキ、はい、はい、でカエサルの言葉で来たり見たり勝てりに例えたものということです。まあまさにそうですよね。そうですね。じゃあここを攻略して、はい、勝てり、はい、勝てり。もうここはもうかなり打ち下ろしがあるので、距離出る人は全然ウッドとかで乗せることができると思います。ただ風の影響を受ける可能性があるので、それはティーショットの位置とあとグリーン側の風がどうかっていうのはしっかり把握した方がいいかなと思います。今日打ち下ろし入れてグリーンセンターで200出てるので、一応5番ウッドで打ちます。まあ、イメージはもうショートのイメージで乗せるような感じでワンオンすればいいかなと思います。ちょっとグリーン左手前でしたね。少し上げてる分届かなかったかもしれないです。ただグリーン外してもそこからだったらアプローチしやすいので全然 OK なエリアだと思います。でもこんなにさ、はい、すごい打ち下ろしなかなかないからさ、なかなかないですね。あってもさ、こんなに景色がいいとこがないからさ、大島コース富士コースに劣らずだよね。全然ね、はい、すごい。こっちも本当に開けてて向こうの島まで見えるので、かなり景色も綺麗で全然こっちでも楽しめます。56度で打っていきます。短いと言ってもあれですね、いい傾斜ですね。そうですね、そう簡単にはっていうような、はい、かなり左足下がってるので、ね、打ちにくい感じはありますね。ちょっと噛んじゃいましたけど、結果オーライですかね。思ってた球筋ではなかったです。ほとんどまっすぐですね。これもちょっとしっかりめに打てば切れないぐらいのラインだと思います。バーディーです。ありがとうございます。よかったです、なんとかバーディー取れて。ここはもうやっぱり飛距離出る人はパー3ぐらいの気持ちで回った方が確実にバーディーを狙いに行けると思います。まあ、距離出ない方でも
グリーンのちょっと左目を狙っていけば、あの転がって落ちてくると思うので、セカンドは狙いやすいかなとは思います。14番パー3 117ヤード、打ち上げですね。手前に両サイドバンカーがあります。でニックネームはここはツインと言いまして、昔はグリーンが2個あったみたいです。ここ、まあ、2個あったことから、まあ、ツインと名付けられたと言われてます。うん、打ち上げは10ヤード弱見る必要があるかなと思います。ピンまで打ち上げれて137だったので、ちょっと風上げてるので8番で打ちます。ちょっと右奥こぼれちゃったかもしれないですね。あのバンカーはあれだね、結構顎高いね。そうですね、なんかほら筋はさ、アリソンバンカーって。そうですね、まあそうですね、比較的あんま高いのがないのかなと思ったけど、意外に高い。ここそうです、ピン手前だと入りやすいかもしれないですね。あ、確かに、はい、見えないしね。そうですね、ボールは右側ですね。グリーンちょっと外して右側にあります。で奥にもバンカーありました、ね、じゃあ50度でアプローチします。下りのフックで弱いと垂れちゃうかなっていう感じなので、右縁外ボール1個分ぐらい見て打ちます。スパーです。ありがとうございます。ここは結構手前右奥と右のところもバンカーあったので、グリーン外すとちょっとパーセーブは難しいかなと思います。私は今日は落ちきらなかったんで良かったですけど、このバンカーも顎近くて高いので。そうですね、うん、かなり難しいかな。もうちょっと左目でもいいやっていう狙い目の方がいいかなと思います。はい、15番ホールパー4 330ヤード、ニックネームがここはホドガヤ。じゃあここティーショットは200ヤード前後のクラブでっていうことなので、今日は5番ウッドで打っていきたいと思います。でここももう完全にブラインドになってるホールなので、本当にカートドローのラインかちょっと左ぐらいが一番いいのかなとは思うので、そこ狙って打っていきます。フェアウェイ残ってるエリアだと思います。どうしてもブラインドなので不安ですけど、一応狙いは良かったかなと思います。ここ打ち上げ入れて146ヤードなので、でフォローもあるので8番アイアンで打ってきます。
多分うまくキックしてくれて乗ってると思いますね。ここティーショットは今日私200ヤードのつもりで5番ウッドで打ったんですけど、こっち来てみるとかなり傾斜して流れてきちゃうので、うんうんうん、190ヤードぐらいとか180ヤードぐらいでもちょっとセカンドの残っちゃいますけど、落ちてない悪いところからっていうよりはフェアウェイで打てた方がいいのかなと思いますね。56度で打っていきます。上り少しフック入るんですけど、しっかり打てば切れないラインだと思います。ちょっと弱いと切れるって分かってたんですけど、打ち切れなくてボギーですね。ティーショットもの位置も大事ですけど、セカンドのやっぱ打ち上げの距離感もかなり大事になってくるなと思います。